はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。国会閉会中の日曜は政府発表などもなく、ニュース少ないですな。なんか芸能人とかがバーカなこと言っても、それ皆さんにお伝えしてもワイドショーみたいになっちゃいますしね。パヨール石井さんぐらいのおかしなことそのなんつうのかな、切れ味のいいバカなことを言ってくれたらお伝え、ネタになるんですけれども、あとテレビ番組で変なこと言ったなんつったらば、中立公平であるはずのテレビが、どうしてそんなことを言うのかっていう青切りみたいなのがあればお伝えできるんですけれどもね。すすきの首刈り事件なんですけれども、殺害するところも首を切断するところも録画してたんだって。おっかねー。これ見なくちゃいけない刑事さんとか検事さんとか裁判官とかも災難ですね。トラウマになっちゃって、なんか一生ね、ふとした瞬間に思い出しちゃってみたいな、いう風になっちゃうんじゃねえかな。映画化不可避だなこれ。父ちゃん精神科医なのに、共産党の精神科医なのに、娘の狂気は直せなかったんですね、これね。そういえばフェミども、事件当初はですね、被害者がおっさんで、加害者が若い女性ということで、条件反射でね、おっさんが悪いんだろどうせみたいな、そんな叩き方してましたけれども、最近ではとんとだんまり決め込んでおりますね。都知事選に向けてチラシ作ろうかと思うんですけれども、歌う公約が必要だよな。小池百合子みたいに、20も公約、掲げてですね、全然達成できねえなんて、いうのもあれですよね。ですんでね、紙の新聞、環境破壊、都庁や区役所、市役所では取るんじゃない、みたいなこと、でもいいのかな。あとソーラーパネル新規設置禁止、なぜなら燃えると消火困難だし、水かけるとますます燃え上がるらしいし、燃えてる最中も発電してて危ないからという綺麗事、あと保護犬保護犬の削減、減らす、悪質ブリーダー立ち入り調査、保健所ができるようにする、狂犬病予防法にのっとって、で本命は狂犬病予防注射ちゃんとやっていくかっていうことでなくて、状況をね、あんまりひどい環境で、犬猫飼ってないかどうか見に行く、立ち入り調査する、というのもありますし、そうするとですね、劣悪な環境でやってるブリーダーは業務停止命令できるみたいな、そんな条例も作んなくちゃなんないですよね。あとは皆さんに約束できるのは、東京だけ消費税ゼロ領収書持ってきてくれたら還元します、還付します、そんなやつですかね。でね、同性婚反対であるとか、夫婦別姓反対であるとか、その現状維持が基本のものってなかなかチラシに書かないですよね。でも私はそれ書いちゃおうかな、なんていうことを考えております。日米韓首脳会談後の岸田総理、軍事連携は時代の要請、中国がおっかねえからという、共産党新たな軍事的枠組みを作り、分断と対立をより深刻にする動きに厳しく反対する、分断と対立って中国のせいで起こってることですよね。それをですね、なんで軍事連携、嫌なんだろうな。日米首脳会談もやったそうであります。迎撃ミサイルを日米共同開発する、こちらの方は韓国がはぶられておりました。韓国なんか共同開発に混ぜると
中国にそっくり情報ね、持ってきそうですもんね。共産党、地域の緊張を高めるもので、強く反対する。地域の緊張を高めてるのは、しょっちゅうしょっちゅう領海侵犯してる中国なんですけどね。共産党にはそう見えないみたいで。まあ、いつもの防衛、妨害活動してますよ。ぶれないなぁ。世論です。迎撃ミサイルに反対ってどこの国の人ですか？北朝鮮や中国の核ミサイルが日本に着弾してくれないといろいろ困るんかな。ノーガードなの、バカなの。分断と対立を煽ってるのは誰だろうね。共産党と中国ですよね。どうなったら満足なんだよこいつら。ミサイルで死ね日本人ってか、共産党や中国に非難されることはいいこと。その通りですね。共産党が反対ならば推進する。共産党が推進ならば反対する。朝日新聞もまた同じ。共産党日頃から9条を生かした外交で戦争回避とか言ってますけれども、まあ9条の理念って日本人は抵抗せずに黙って殺されてろっていうのが9条じゃないですか。でそれを生かした外交っつうとですね、初めから無抵抗無条件降伏、土下座がそういう外交だよな。そのためには迎撃ミサイルの開発は邪魔っていう理屈ですね。こいつらの戦争反対は要するに防衛反対、自衛反対、抵抗すんな日本人はってことだし、でこいつらがやってる平和活動は防衛妨害活動ですし、自衛隊の訓練に反対したり、オスプレイ導入に反対したり、毎月毎月飽きもせず、市ヶ谷の防衛省前で嫌がらせ集会、したりですね。執念と粘着がすごいですね。日本大使館前で2000回以上行ったですね、正義連、全く長正義なんでね、自称慰安婦嫌がらせ集会譲りでありますね。あいつらもしつこかった。日本大使館が移転した後も空き地の前に集まってやっていたっていうわけのわからない。そういえば正義連の代表横領かなんかで起訴されてましたね。続報どうなったんだろうね。で市ヶ谷の防衛省前で嫌がらせの集会月1やんですけど、こちらも水曜日じゃなかったか、水曜集会じゃなかったか。第2水曜日に、私が行ってた、まあ6年7年前は150人ぐらいいたっけな。今はどのぐらいいるかは知りませんけれども、続いてるかどうかもわかりませんけれども、内閣支持率7月 38%、 今月 33%、最低記録更新だそうであります。右肩下がりが止まりませんな。岸田政権発足以来最低記録。ガソリン代すげえ上がってるし、ホワイト国とスワップ解除したのは滞在だよ。岸田がダメなんじゃなくて自民党がダメなんだけどな。俺もそう思う。自民党ダメ。なぜこんなに劣化してしまったのか。優秀な野党がないからだ。立憲なんて野党第一党のくせにバーガーなことばっかりやって、うんこして片付けていかないし、明らかにそれおかしいだろっていうことばっかりやって、どうしようもねえからどうせ勝てっから、こいつら相手にどうせ勝てっからつって自民党が劣化するんじゃないか、してるんじゃないかって思うんですけど、ちょっと優秀な野党が台頭してですね、自民党もちょっとシャキーンとしないと、未来暗いっすね。左右どちらからも嫌われてるからもう持たない。何をやってもどうせ増税すんだろってイメージついたから。給料上がっても手取り減ってるんだもん。増税で異次元の少子化推進、物価高対策しろよ無能。テレビが叩きまくらない総理はダメなんだわ。安倍総理なんかと比べると叩かれ方が足りないですよね、岸田総理ね。試験ですけど、まあこんなことばっかりやってっからだわな。トリガー条項2010年制定、民主党政権ですね。一回も発動してませんけど、ガソリン価格が3ヶ月以上継続して160円を超えた場合、一時的にガソリン税25円リッターを撤廃する。今181円とかですか。そうするとこれ撤廃するとですね、まあ、156円とかガガンと下がるわな。で160円はとっくに3ヶ月以上
続いてんのに野党からもなんと公明党からも法律で決まってんのになんで発動しないという声が上がっておるそうであります。世論です。岸田が減税なんかするわけねえだろ。そもそも論として消費税との二重課税やめろ、むしろ EV 車推進ってことで増税を考えてそう。庶民の生活気にしなきゃ税収上がるから、高くても売れるから足元を見ている。海外には気前よくばらまく。財務省政治部岸田文雄と、天変地異があっても岸田が減税なんかするわけないですもんね。これは俺もそう思う。鳩山と菅直人と野田がいるから最低最悪総理の栄光には輝かない。安心して悪業を重ねてですね、庶民の生活を苦しめて、支持率もっと落とすといいよね。もう安心ですよ。鳩山と直人と野田がいるからですね。こん中で私一番嫌いなのは菅直人。原発止めたのもこいつだし、一番ずるいんだって。なんかね、政界で、永田町で噂がありまして、永田町で一番悪いのが小沢さん。で、一番ずるいのが菅直人。で、一番バカなのが鳩山由紀夫と、いうようなですね、噂がありまして、野田は何だろうな、今でも議員やってんですかね。でもこいつですかね、野田佳彦ですかね。消費税 10% にしちゃった、 5% だったのにさ倍増しちゃったのは結局は野田佳彦ですかね。そんでね、支持率下がっちゃって、解散ってことになったんですけど、まあ自業自得だよな。今でもですね、この原発止めた菅直と、野田佳彦、消費税増税した、一気にそれで税負担率 5% も上がっちゃったじゃねえかよ、いうようなんですね。最低最悪総理の資格あるよな、野田も菅もな。鳩山はバカだからもう邪悪って感じじゃないですけど、鳩山ってなんかバカでどうしようもねえんだよね、この人ね。というわけで皆様、お暑いですけれども、体調には気をつけて、あとメール党員になってください。メール党員になって、日本改革党を支えてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。